ははい、こんにちは今回はですねマーケティングは顧客からスタートするというこの私の書籍のですね第一の原則一番大事な原則ですねマーケティングカンパニー顧客志向の会社ビジネスの優劣を決める勝敗を決めるのは顧客ですからいかに全社員さんをお客様志向になってもらうか、えー、それがマーケティングカンパニーなんですけどそれを浸透させていく2つの大切な考え方をお話しさせていただきます。1つ目ががでですすすね、マーーケティングは顧客からスタートするんですが でですので例えば営業マンが営業に行った時、まあ、会社の全社員もですね自社の商品サービスよりもお客さんを見なさいということなんですこれどういうことかと言いますと、ね、多くの企業が自社の商品サービスには非常に関心を持っていますでもお客さんに関心を持っている企業はあまりにも少ない。 こういうい有名な言葉があるんです例えば私が皆様のもとに何かビジネスの営業に行ったとしましょうただドラッカーのセミナーをやりませんかとか研修をやりませんかなんてあったりしますいきなり皆さんにお会いしてですね「社長お忙しい中ありがとうございます」「こういうセミナーやってるんですけど」なんて言われたらどうですちょっとと思いませんかトップセールスとかこれあの実際のこれマーケターできる方というのは商品サービスなど最初出さなくていいんですよね。 お客様の課題、お客様からスタートするので、お客様の課題とかお悩みをヒアリングしたり聞いたら、お客様っていうと、マーケティングではお客様を理解する、顧客を理解することです。お客様の理解に徹するべきですね。これが顧客からスタートするということなんです。自社の商品サービスにお客様が興味があるのではなく、お客様はどうでしょう。お客様に興味を持ってくれるあなたの会社に興味があるんですね。自社の商品サービスばっかり進めてくる営業マンと。 お客様に関心があってお客様の課題解決を徹底的に考え抜いた上で何かを提案してくる営業マンこれ全く違いませんですので多くの企業は自社の商品サービスに関心を持ちすぎてお客様を見うるしになってますこれ当たり前に見えるんですけどすごく大事な言葉なんですよお客様に関心を持つ商品などを出さないような私営業マントレーニングをよくやるんですけども1回目の訪問で商品なんか出さないでくださいって言うんですお客様を徹底的にヒアリングしてお客様の立場に立って理解した時にお客様はその人気に入ってくれるわけですねよろしいですか 自社の商品サービスよりも顧客を重視する。二つ目ですが、お客様顧客は問題解決を買っているとい。これ非常に大切なことがあります。例えばですね、街のレストランがあるとします。いつも常連のお客さんたちが来て、えー、食べていくんですね。お客さんはそのレストランというクレストランを買ってるんでしょうか。メニューを買ってるんでしょうか。食べ物という。お客さんはそこで例えばくつろげるとか、横のコミュニティつながりができるとか、いい打ち合わせができる雰囲気がいいとか、お客さんの。 解決したい課題を買ってるわけなんですね。とするとただメニューを買ってるわけでなくお客様はそこでコミュニティ夜いつも飲みに食べに行くと仲良くなれるとか課題解決はここにあるわけです。お客様にとって一番大切なのは自社のメニュー商品ではなくてあ,のあなた様の会社のメニュー商品ではなくてお客様の課題を解決してくれる企業です。 あの商品サービスはその手段にすぎません。例えば私はよく研修とかコンサルティングをお仕事いただくんですけれどもお客様は別にドラッカーのセミナーを買ってるわけではないですよね。それを通じて社員さんにより生き生きして成果を上げてもらいたいというこの課題を解決してくれる手段として商品サービスを利用しているにすぎない。手段としての商品サービスなんです。よろしいでしょうか。そうすると お客様の問題から考え抜いた時課題から考えると自社にとっての新たな商品サービスが見えてくるんです例えば先ほどのレストランの例ですねお客様は本当に解決したい課題は地域でもっと仲のいいコミュニティあの知り合いになりたいとか出会いを求めているなんてしたらあったとしますねそそうするとそちらで レストランで例えばあの土日でですねその空いてる時間なんかでみんなのコミュニティー会であるとかみんなが出会えるような例えば婚活パーティーなんかやったりするとみんなもっと横のつながりができるなっていうことでより課題から課題にアプローチしたお客さんに深いお付き合いができるわけですよろしいでしょうかお客さんは何らかの問題何らかの課題を解決する手段としてあなた様の会社の商品を使っているに商品サービスを使っているにすぎませんですのでお客さんが本当に解決したいのはこちらなんですね問題課題なんですそこから見た時に 自社は単なるレストランじゃなく自社はコミュニティかもしれないですコミュニティ作り屋さんという見方もあるかもしれませんこれまた私の講義の事業を定義するというところでやりますけどこの2点を押さえていただきたいと思います自社商品サービスよりも顧客に徹底的に関心を持つそして顧客は自社の商品サービスではなくそれを手段として利用しているに過ぎない問題解決顧客が解決したい課題って何だろうと考えると新商品新サービスが生まれるということですまあ、とにもかくにもですねこ マーケティングは顧客からスタートする自社。 自社の商品サービスじゃなく顧客に関心を持ち顧客を知り抜き顧客を理解しようとした時もっと言うと顧客に全部の目線立場を移して顧客から見た時に新たな事業のブレイクスルーが見えるということなんです是非、えー、この2つのマインドですね、えー、社内に浸透させていただいてマーケティングカンパニーを作っていただく参考にしていただけましたら幸いですまた私のこの書籍も是非2018年2月に出版となりますので是非、えー、ご購入いただいてあのご参考にしていただけましたら心より幸いです どうもありがとうございました。